こんばんは。ついに明日は村山優里さんのプロデュース公演初日ですね。イエーイ。私は出ないんですけど、初日ですねっていうだけなんですけど、久しぶりの16人体制ですね。いつ何年ぶりになるんだろう。何年ぶりかな、ちょっと分かんないけど、すっごいブリブリ。初日メンバーは本当に大変そうでね。ていうか今日めっちゃ寒いですね。びっくりしました。めっちゃ寒い、めっちゃ寒いね今日。あの昨日がマジであったかすぎて、なんかえみたいな、えっていうぐらい、アウターいらんやんいうぐらいあったかかったら、今日雨降ってるし、しかも雨もさ細い雨やから、風吹くとめっちゃもうベーってめっちゃ顔に当たってくる雨をさ降ってきてさ、マジで今週ずっと寒い。10ちょっとぐらいしかなんかあったかくならなくて、 23? 明後日かは雪マークついてて、なんか最高で5度、最低で2度ぐらいしかなんかならなくて、でもずっとさ今日明日明後日雨が降るじゃないですか。だからマジで風邪気をつけてくださいね皆さん。私も今んとこは元気なんですけど、マジどこを引き金に風邪を引くか本当に分かんないのが怖いなってちょっと思ってるんですけど、でもさあんまりさこう厚着をさして寒いからって外出るじゃん。そしたらさ中って暑いよね、お店の中とか、なんかそれこそレッスンの時とか、そう防寒していくけど、いざ中に入ると結構さ暖房ガンガンだったりとかしてさ、例えば人によってさ電車が暑いとかね結構言う人とか、結構コメントファンの人とかでもいるんだよね。なんか寒いけど電車暑いですみたいな。だからその感じがすごい難しくないですか。ね、そう電車でね、そうなんです、電車でね汗かいてね外出たらめちゃくちゃ寒いから、でもほんと23日とかはマジどこまで防寒していいのかマジわからん。どれぐらい防寒していくのが正解なんですかね。なんかちょっともうわけわからなくなってきちゃったね。どれぐらいの防寒がベストなんですかね。どれぐらいの防寒してたかな。なんかさちょっと最近暖かくてさ、マフラーとかもしなくなってきたじゃないですか。ってなるとさ、どこまでの防寒ってなりません。なんかでさ、それでさマフラーしていかんかったらさ寒っってなるじゃん。しときゃよかったとかってなるやん。でさもうさそのさ電車に乗る行きぐらい我慢しようとかって思うけどさ、思うけどその行き帰りが死ぬほど寒いんだよね。なんかね10分ぐらいとか20分ぐらいに感じる、もう寒いと。でも明日はまだ行けるとして、多分明後日は絶対ヒートテック着た方がいいと思う。うん、明日はワンチャン裏起毛にダウンぐらいでいいんやけど、薄い人はヒートテック着た方がいいけど、マフラーはどうだろうね。
でもさ、何が困るかってさ、ダウンみたいなの着るじゃん、マフラーするじゃん、帽子かぶるじゃん、もうボサボサないよな、頭ほんまにボサボサになっちゃうからさ、すごい難しいなって思うし、何が正解かって言われたら本当に正解か分かんない、1ミリも。なんか何服装の正解がよく分からないんだよね。なんかさ、行き過ぎていってもうもごもごしていくとさ、なんか息苦しいじゃん、マフラーとかもさ。だけど外出たらさ、寒ーってなるしさ、むっちゃむずいんだよね、その辺の塩梅っていうものが。ねえ、もうほんと本当にさ、人それぞれだよね、めっちゃ格好って。めっちゃ防寒してる人もいたらさ、なんか本当に薄着の人もいるじゃないですか、街とか歩いてても。なんかもうわけわかんないよね、なんかあれえんみたいな、自分がおかしいのかも、なんかどうなのかが本当にわけわかめさんすぎて、なんかもう謎。時間ごとの気温見て服装決め、あ、そうね、そうそうそう、なんか自分が家を出るタイミングと仕事が終わるタイミングの時間を見て、あ、何度と何度だ、よしみたいな。一番困るのが昼にさ、一番気温がピークの時に家を出て、一番気温が寒い下がる夜に帰ってくる時の服装が一番困る。朝と夜だったらどっちも気温が基本的低いから、じゃあ防寒していけばいいやってなるけど、昼と夜になるともうほんと服装がよくわからなくなる。そう、アーターとかね、なんかね、こうマフラーとか持つともういっぱいいっぱいいっぱいになるじゃん。そう、それがすごい難しいよね。うん、だからもう難しい。何が正解ってなっちゃうよね。いや、もはやもう何が正解になってるんやけど、もうあれなんよ、防寒していくしかないんよ。もう暑きゃりゃ暑いで終わりよ。ただ汗をかきたくないからね、すっごい嫌なんだよね。そう、でも結局さ、寒いの嫌だからさ、寒い方に合わせるよね。あー、羽織るのを厚くする方法ね。確かに。いや、もう一番の厚でもダウンぐらいしかないからな。うん、そうだから、うん、明日とかだとコートとかいけそうだ。あさってとかはもう絶対ダウンの方がいいよね。でもさ、すごい思うんだけど、ダウンってさ、めっちゃあったかいじゃん。だけどさ、ダウンってうちさ、ロング丈のダウン着ないのね、基本。あんま好きじゃなくて、ダウンはショート丈のダウンしか着ないんだけど、でもさ、上あったかいけど下寒くない？ダウンって。だからコートの方がさ、
薄いけどさ均一にあったかいじゃん。丈が長い、うち持ってるコートがロング、めっちゃロング丈なのね。結構長い丈のコートを持ってるんだけど、それをずっと着てるんだけどさ、だからさどっちをどう取るかだよね。なんかもう中いっぱい着込んでコートでマフラー巻くか、まあそれなりの中にダウン着て、でもダウン着てマフラーするって一番モゴモゴするからね。なんかね首しまっちゃうんだよねうち。そうけど、まあダウン着てることが多いんだけどねうちも。うん、でもさ基本さ上は結構重ね着してもさ、下ってあんま重ね着するもんなくない？何をそんなに着るんだろうって思わん？だってさパンツ、男の子言うんだよパンツとかって分かるけどさ、女の子スカートとか履くじゃん。うちも寒かったらスカートの中にタイツとか履いちゃうんだけど、でも物によったらそれちょうださみたいなやつもあるやんちょうださみたいなやつもあるじゃん。だからさそういう時はやっぱコートがいいよなきっとな。スカートだとコートの方が、うんとかって思うとさ、本当にさマジで難しいよな服装って。この意味のわからん気温になった時の服装ってさ、何が正解ってなっちゃうね。寒い時でもスカート履きたいんですけど、いや私短いスカート基本履かないんで、スカート履いてもいつもロングですね。かもうずっとパンツが多いです。基本パンツ、スカートも全然履く、でもロングしか履かないです。ロングしか履かなくてっていうのが、うん、やっぱり一番多いかな。そうだからもうほんと短いスカート履いてる子とか見るとマジで勇者だなと思いながら見てますね。すっごいなと思って、頑張る頑張るなってもうお姉さんは寒いよってなっちゃう。うん、もう無理っすね。でもやっぱり若いからね、おしゃれでどうにか乗り切る。だってうちもマジで雪降ってても全然素足に短いスカート履いてたからな。そう、まあ短いって言っても膝が10センチぐらいだけど全然履いてたから、冬とかでもパンツを履かなかったんですよ私。アイドルになりたての頃パンツ嫌いで、パンツが嫌いでスカート年中スカートばっかりだったんですよ。だけどもうねパンツしか履かんくなったね、逆にね。もう逆にパンツしか履かない1年とかありましたからね。なんかもうアイドルでスカート履いてるからなんかもういいやってなっちゃって、逆にうん、パンツがいいやってなっちゃった。なんかパンツの方がスタイルよく見えるんじゃないみたいな、なんか思って着てしまい、パンツの方のカジュアルな、なんかカジュアルな服装がすごい好きになったんですよ。それこそ夏に T シャツとデニムみたいな結構格好とかしてたんですよ。全然明るい色のストレートパンツに上普通に白 T みたいな、そうにメガネかけてみたいな、みたいな格好を結構するようになって、そのカジュアルな服装をするようになって、より一層そのパンツとかが結構好きになって、スキニーとかも履くようになったし、ストレートパンツとか結構好きですね私。うん、大人っぽいのが結構多くなったかなってすごい思います。昔はもう本当にアイドルみたいな格好が結構好きで、
でも結構ファンの人にはなんかその可愛い服もいいけど、ゆなちゃんきっと大人っぽい服のシンプルめな綺麗めな方がいいよねってすごい言われてたんですけど、我が貫いてずっと可愛い服装してたんですけど、だけどなんかある程度大人になってから大人っぽい服装をしだしたら、大人っぽいカジュアルな服装にはまり、カジュアルな服装が結構好きになっちゃって、カジュアルの服装をすることが結構多くなりました。ネックウォーマーは使わないな。ネックウォーマーは使わない。マフラーかスヌードしか基本使わないかな、私は。なんかやっぱ好きなもの着たいし、その時の自分がハマったものとか、やっぱり服って自分のテンションを上げるために着てるものだから、レッスン着とかは違うけどね、別にどうでもいいんだけど、そう、だからやっぱりね、私服とかは結構、あと私服めっちゃ持ってんのに、私服ないない現象が始まるのよ、うちの場合。そう、なんかさ、持ってるんだけどさ、なんかちょっと違うなみたいな、わかる？その時のさ、いや、なんか違うなみたいな、これじゃないなみたいなのと結構ない？うちさ、冬はさ、寒くてさ、まああんまりだけど、首の詰まった服とかたまに着るんだけど、私首詰まった服めっちゃ苦手なのよ。そう、私ね、骨格的に首が長くなくて短いんですよ。だからタートルを着るともっと首が短く見えて、すっごい顔がでかく見えるんですよ。だからあんまり首が詰まった服装っていうのが得意じゃなくて、だけど寒いからよく着てるんですけど、そう、寒いからなんか風邪ひいちゃったら嫌だと思って、こう首の詰まった服とかよく着るし、冬とかはそういう服がすごい結構多いじゃないですか、いっぱい出てるんだけど、そう、出てるんだけど、だからそういう服装をするときは絶対髪の毛をポニーテールとか全部上げて、顔をすっきり見せてじゃないと着れなくて、タートル着てるときに髪の毛を下ろしちゃうとすごい顔が大きく見えちゃうから、なんかね、ウェーブさんみたいに首が長ければ似合うんだけど、ハイネックって。私はウェーブじゃないので、ストレートとナチュラルなので、首がどうしても短く見え、顔が大きく見えちゃうから、こういうの着るときはポニーテールとか、顔、髪の毛がアップにしてすっきり見えるようにしてて、でも冬ってさ、結構さ、詰まったものが多くて、だからね、すごいね、たまに、ああ、これじゃないな、これじゃないなってなるときあるんですよ。そう、だけどやっぱさ、ここ空いてると寒いのよね。寒いのよ。そしたらさ、マフラーを持っていくとかなるじゃん。荷物が増えるから、なんか私服のお仕事の時とかさ、見た目も重要だけど、でも荷物も増えると自分で荷物移動しないといけないし、バスとかの待機だと置ける場所が少ないから、荷物ってあんまり多いと大変なのね。だからなんかそういうのを考えて、あ、なんかこれじゃないな、これじゃないなみたいな、なんか服めっちゃあんのになんか服がないなってなっちゃう現象に起きちゃくて、すごく難しい。って思う。そう、なんか難しいよね、なんかね、どうしたらいいんだろうね。難しいよね、本当に。何が正解ってなっちゃう ねえ、本当。もうちょい首長ければなって心底思うもん。ないこともないよ。ないこともないけど短い、やっぱり。長くはないけど。私の骨格はこれがめっちゃ似合うよ、この四角形、スクエア型が、スクエア型か V ネックが似合う。だから
からそういうお洋服の方が良いんです。あ、服とカップかわいいね。だって嬉しい。これ服がカーキーだからね。これがベージュ。何語、何色、茶色、ベージュ、何色かよくわかんない。茶色や。茶色いいでしょう。確かに珍しいね、私が結構色物着てるのは。でも最近このカーキーのトレーナーよく着てる気がする。よく見るね、これに。よく今日は黒いズボンだけど、よくカーキーのズボン着てるよな色違いのカーキーよく着、なんか一色コーディネートみたいなよくしてるわ。うち今モノクロが一番多い。でもやっぱ黒が一番多いな。ん、黒が多いよ、トレーナーとか。白とか着なくない？だってねえね。確かに着てないよな、ねえねえな。いやねえねえ、白は苦手なのよ。ん、うん、姉ちゃん誇張半身が大きいから、どうしても白着るとむっちゃ膨張して、ももっと硬いよく見える。ガンダム、ガンダム、ガンダムになっちゃうからあんまり着ない。真っ黒が一番いいわ。ほんでユリナなんか一番そのしてはいけない格好をよくしてる。そのさ、どうしてもダボっとした服が似合わない体型なん、体型骨格だから。だけどダボっとしたレッスン着ばっか着てるっていう下もカーコパンツ、上もなんかお尻ぐらいまでダボっとした服着て、よくないよくない。でもダンスうまく見えるからな、その方が。それ横幅もでかく見えるけどでもダンスうまく見える。あ、ストリート系のレッスン着かも。めちゃくちゃそう。だから普通にレッスン着で歩いてても、まあ、ぶっちゃけそういう人おるよねみたいな格好して歩いてますね結構。あとショート丈もいいよ。あ、ショート丈もよく着る。でも冬はあんまり、ちょっとお腹冷えるから普通にそれにさ、うん、上ダウン着て帰ってきたよ。いや本当に強すぎ君は夏は結構ショート丈は多いかも。夏は暑いからレッスン着とかでもみんな、でもショートでもユリナお腹がギリ見えるか見えないかぐらいのショートで、メンバーによってもがっつり見えた、お腹っていうメンバーもいるからね。結構めっちゃお腹出てるメンバーもいるけど、夏はちょっとお腹が見えるか見えないかぐらいの丈感が多いかも私は。の方がね実は似合うんだよな、どうしても。やっぱウエストマークがないズトンとしたものが私はすごく不得意な体型。別に似合うことはないんだけども、メリハリが見えなくなっちゃうって言ったらいいのかな。いいとこを生かせてないファッションになっちゃうみたいな。そうそう、だから結構そんな感じだし、私はお腹が別にあまり薄い骨格じゃないから、そこまでお腹出てるのは苦手だから、もうお腹を出るか出ないかみたいなぐらいの丈感がいつも多いです。そう、出るか出ないかぐらいの丈感。私は上に詰まってる人なので、体型がうんってなってるタイプなので、そうどうしてもね、あんまりお腹とか得意じゃない。でも冬でも全然お腹出してるメンバーは出してますよ、レッスン着すごいと思いながら、私はダボダボのレッスン着を着てます。かっこいいよね。ね、そうなの。ポンポン冷えちゃうんでね、どうしてもポンポン冷えないように冬はお腹を守っていきます。
いや多分ダンスのジャンルによるんじゃない、結構人にもよるかな。 K-POP みたいな振りしてる人とかよく結構ピチピチなのを、体のラインをよく見せて踊るダンスとかだとやっぱり服がピチッとしてる方が綺麗に見えるから。だけどヒップホップとかのはダボっとした服着てる方がうまく見えるやっぱりな、うん、だから体のラインを使うダンスのジャンルとかだとやっぱりピチッとした方が綺麗に見えるけど、ヒップホップとかみたいなダボっとしてる方がうまく見える。そう、そうね、ジャージ。あとはみんな結構セットアップのジャージとか着てる子多いかも、メンバーとか冬とか、まあ、夏とかもそうですけど、夏とかだとこうショート丈のセットアップのジャージ着たりとか、まあ、冬もあるけど結構みんなセットアップのジャージが多いですね。私はね冬はね長袖長ズボンのセットアップは持ってないんですけど、夏はね去年の夏とかセットアップのなんかレッスン着買って着てましたけどね、よく。最近 TWICE のおしめにゆりなちゃんとももちゃんめっちゃ似てるってよく言われる。あーそう、私 TWICE のももさんに似てるってねたまにめっちゃ言われます。そうなんか不意にの時によく似てるって言われます。嬉しい、うれぴーなー。まあ確かにセットアップ着てると可愛いよね、おしゃれだし。おしゃれなセットアップとかねいいよね。ね、そう。可愛いよねセットアップってね、何にしてもなんか結構可愛い。レッスンの時の写真はスニーカーを見てしまう。おお、スニーカー何だな。だけど私服で上だけ写真も、あ、なんかめっちゃさ流行ってるよね。あのね私もうめっちゃ探してめっちゃ買うの迷ったけど買わなかったんだけど、アディダスのさジャージでね、あの普通によく売ってるああいうジャージじゃなくて、あのおしゃれなやつね、なやつがめっちゃ可愛いのをインスタで見つけて、でも一番欲しかったやつがなんかその人が載せてくれてたんだけどリンクを見つかんなくて。そうなんか結構それ流行ってるよね、なんかね。そうなの、めちゃくちゃ流行ってて、なんかそれにスポーティーな感じでなんかダボっとしたパンツだったりとか、あとスカートとかあえて合わせたりとかさするじゃないですか。それでインスタで回ってきたやつめっちゃ可愛くて、アディダスのやつがで、なんか3つあったので、2つは見つけたんだけど一番可愛いって思ったやつがなくてやめた。ちょっと高かったしね。いい、なかなかいいお値段はまあするよね、そらもちろんだけど。そうそうそう、お値段は可愛くはないんだけど服はめっちゃあの可愛い。そうそうそう、そうなの、めっちゃ可愛いよねあれ。すごい流行っててさ、あのインスタとかでもよく回ってくる、可愛いとか思うんだけどさ、可愛いよね。あ、そう、アディダスのね、そうそうそう、落ち葉みたいな方の
やつ。うちアディダスの形はあの落ち葉みたいな方が好きなんだよね。ピラミッドみたいな方じゃないやつ。うん、もみじか。私も大学の時上がおしゃれなジャージ着るの流行ってたから一周回ったので、確かに一周回ったかもね。値段見ていやジャージやぞって思っちゃう。それはそうなんや、それはそうなんやね。そうめっちゃ可愛いよね。そうあっちのマークの方が結構好き でそのマークだったんだけど、なんか見つかなくてネット探して。でも可愛いよね、めちゃくちゃね。わかりますか？可愛いよね、そういうのも。よいよいって言ってもう。もう最近はもうカーゴパンツばっか履いてんね。流行ってたからやねんけど、なんかそれまではさアディダスの子細身のジャージが好きでずっと履いてたんですけど、最近はカーゴパンツ流行ってるからいっぱい出てるじゃないですか、安くでいろんなところから。なんかレッスン着はもうカーゴパンツばっか履いてる。レッスン着とか何にもない日の服とか。流行ってるから履くのやめたん。逆にね逆にね。GU とかユニクロとかでも売ってるよ、カゴパンツ。うちも持ってる。そうそうそう、いいよね、安くていいからめちゃくちゃありがたくて。そうそうそう、好きですね。まああと足が太くても細くても分かんないからね、あれは。そう、いい意味でも悪い意味でもね。ジップどっちもだか可愛いよ。うん。可愛いよね。あのこうやってキュッてクリアで締めてんのも可愛いよね。キュッて。いやもうレッスン着はもうトレーナーとパンツしか履いてないですね。うん。そう。そう。トレーナーです。もうこの時期はトレーナー、もうちょっと暖かくなってくるとロンティーになってきますね。それでもっと暖かくなってくると半袖になってきます。でもズボンは大体常に長ズボン。夏でも冬でも秋でも春でも長ズボンです、レッスン着は。レッスン着はもうどの時代でも圧倒的にずっと長ズボン。で上が変わっていくだけ、下はあんまり変わらない。
レッスン場暑いよ。冬でも暑いもん。フリーレしてる踊ってるうちらは暑いからさ、クーラーつけてくださいとかさ、クーラー下げてくださいとかってさやるんだけどさ、だからさ寒いからさ、スタッフさんとかさ普通にのレッスン場の中なのにさダウンとか着てるからね、寒すぎてアウターとか着てるもん。そう、長ズボン暑くない？いや暑いけどね、暑いけどでもそれ以外の選択肢がないからな。ショーパンはちょっと昔履いてたけど、それこそ10代の時のレッスン着とかは結構ショーパン流行ってみんなショーパン履いてたけど、もう履かないね。うん、私はもう基本ずっと長ズボンです。短いのは履かない。ハーフ丈とかも履かない、履かない、全く履かない。レッスン着でしょ、履かない。去年もうその前の夏も履いてないな、ずっと長ズボン。うん、その素材感が変わるぐらいかな。まあ変わるとしたらちょっと薄い素材って言ったらいいのかな、とかになるみたいな。コーディリオ素材とかを履かなくなるぐらいかな。うん、やば、ちょ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 
よし、はい、だけあ、ちょっとごめんなさい失礼しました。ちょっとじゃあまあちょっとそんな感じで30分経ったんで終了にしたいと思います。はい、じゃあそんな感じでちょっとねランキング13位マックス8さん、12位光 400X さん、11位食べ過ぎ飲み過ぎさん、風邪ひかんようにありがとう、10位近いしーさん、9位にきよさん、8位マーニャンさん、7位ザク1973さん、ボーカウンダンサーで体調崩さないように気をつけてねありがとう、6位ナッティさん、ごやき、あー変わったんだけど、13位食べ過ぎ飲み過ぎさん、12位近いしーさん、11位マーニャンさん、10位光 400X さん、9位ザック1973さん、8位ナッティさん、7位アキヒコさん、6位マサトさん、5位サーマサさん、4位オカヤンさん、3位ニキオさん、え待ってこれ何の読んでんの、あれいや合ってるよな、2位3位ニキオさん、2位ミユさん、そして今日の第一がタイツさんです、ありがとうございました。うん、なんかちょっと一瞬自分もバグってしまった、びっくりした。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。というわけで皆さんまた明日、バイバーイ。